JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。JR 西日本では列車の運行情報をお手持ちのスマートフォンを使って確認できる列車運行情報アプリを提供しています。また岡山福山エリアを走行する列車の位置情報がわかる列車走行位置サービスの一部政府で提供しておりますので、ぜひご利用ください。次に岩戸岩を列車が通過します。ご注意ください。